文句だおらのコーナー。どうもこんにちは、時報レオパルドンです。どうもよろしくお願いします。はい、ね、それは嘘してハリウッドでご視聴でございますけれども、文句だおらのコーナーでございます。はい、文句だおら。早いね、もう2月だよ。こないだ明けましておめでとうって言ってもう1ヶ月経った。早いね、ほんとよなあ。ねえ、ほいで、まあ告知じゃないけど、4月25日に出んのかな、DVD が、ハリウッドザコシショウの、ハリウッドザコシショウのモノマネ100連発ライブシーズン2が4月25日に出るっていうことが決まりまして、はい、嬉しい限りですわ。シーズン2ですわ。ね。いいね。シーズン2が出るっていうことで。嬉しいね。やっぱ俺が素人の時にお笑い芸人になりたいって思った時に、なんかその当時、DVD じゃないっけど、VHS ね。VHS が出てるじゃない。なお笑いの。いや、よく借りてきたもんだよ。ダウンタウンさんとか、雲南さんのとか。ね。その、あれじゃないですか。その、DVD といえば、ね。一つの夢。ですからね。それが、この間、一巻、シーズン1を出せて、よかったな、つってて。ね。二巻目が出れるっていうことは嬉しいですね。シーズン2。嬉しいっすよ、これ。ね。まあ、二巻目が出せる人と出せない人がいるんですから、ね。ディーリンズなんかも出せないでしょ。ディーリンズ、ハーゲンズ、そう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 。だからね、嬉しいですよ。そう、この間ね、もう、腹立ったんがね、あれ、財布を落としたんですよ、財布を。ねえ。財布を落としてね。結局あったんですよ。あったんやけど、これがね、なんか、恵方巻き恵方巻きをさ、買おう、つってね。恵方巻きを、いや、その、恵方巻きの日、節分か、その時に恵方巻き食いたいっていう気持ちになりまして。でね、近くの、行ったんですよ。売ってるとこに。声優行ったらね、ジャンパーの、こういうジャンパーが横のポケットがあって、ね、まあ、その時オフだったから、まあ、恵方巻きを、まあ、その、ジャンパーで、財布パジャマみたいな感じで、パジャマの上にこう、ジャンパー着て行ったわけですよ。ダリーから。で、財布をね、横のジャンパーのこのポケットに入れたんですよ。で、恵方巻き買おうと思って、声優行ったら、恵方巻きのさ、ところってもうわんさかいるんですよね。それは、その日、節分だから。ねえ、わんさかいてさ、で、かき分けてね、恵方巻きを取ろうと思って、こう、取ったらさ、かきは向けて。取ったら、高えねと思って。一本、だって、こんなちっちゃいのでさ、太巻き ?500 円くらいするでしょ、高えねと思ったらね。で、銀行行ってなかったからさ、お金あるかなと思ってね、財布見たんですよ、こう、チラッチラって。見ようと思って、パッてやったら、なくて、えってなって、やべえ、あれ、このかき分けた時に、
こう、すられたと思って、うわ、やべやべと思ってパッと見て、もう目わかんねえもんね、そんなんね。もう、すられたらさ。でも顔面蒼白になってさ、あ、もしかしたら、入れてきてないかもと思って。家にあるんじゃないかと思って。そう。ピーンって浮かんだんですよ、こうやって。あ、ピーンって浮かんだ。うん、もしかしたら入れてきてないんじゃないかなと思って。とりあえず家帰ろうと思って帰ったわけですよ。やべやべと思いながら。どうしようどうしようと思いながらね。で、帰ったら、いや、案の定なくて。やべやべってなって、とりあえずさ、釣られたのが濃厚だなと思って、いや、すぐ止めないといけないと思って。で、あれ、あれ、銀行のカード、あとクレジットカード、とりあえずそれを止めようと思って止めたわけですよね。で、朝、もうあたふたしてるからさ、電話してる時とかもさ、ゆっくり話すだよね、そういうやつに限って。ねえ、こっちが焦ってんのに、ゆっくり、うん、さようでございますかとかって。ゆっくり話、もう、こっちはもう、おい、やばい、早くしてくんねえかな、みたいなこんな感じになってんのに、さようでございますかみたいな感じじゃねえよ、バカ野郎、腹立つと思って。ほいでさ、結局止めたわけですよ。で、止めて、しょんぼりしながらね、ああ、と思って、まあ、道に落ちてるかもしんないから、交番届けようと思って、道をこう、ね、もしかしたら落ちてるかもしんないから、見ながら、交番届けようと思って、行ったんですよね。そしたら、交番行ったらね、近くの交番行ったら、なんかもうそれ道にはなくて、しょんぼりしながら、ダメ元でも交番行ったんですよ。で、おまわりさんに、すいません、すられたんですわ、みたいなこと言って。いやいや、すられた？え、財布すられたんって言われて。いや、多分すられた、すられました、みたいなこと言って。いや、最近ここら辺ではスリーは出ないですけどね、みたいな。そのスリーさ、出る出ないって、いるかいないかっての分かってんのかと思って。分かんないでしょ、そんな。突発的にやるもんだから、そんなんて。で、まあまあ、いいやと思って。いや、もういいですよ。ちょっと、こういう財布でね、こうなんですわって言ったんですよ。そしたらね、ん？そんなのあったかなみたいな、白木ってて。ほいで、パってね、交番の中のさ、落とし物ボックスみたいなのあるんですよね。そこにパッと見たら、じゃじゃーんみたいな感じで、あなたね、落としたんですよみたいなこと言われて、え？と思って、あるかって言われて、何それと思って。何そのポーカーフェイスと思って。うん。で、あったからよかったんですよ。届けてくれてたの。誰かが。ね、超嬉しかった。あんだけ、ね、焦って、もうダメだと思ってて。おいで、会った時の、この、おいっていう、この、ね、気持ちの上がりようってはなかったんですけど。でもね、結局、それあったら、あったからすげえ嬉しいですけど、止めてんですよ。カードとクレジットカード。ねえ。で、それをまたね、復活させるのがもう、10日とかかかるでしょ。うん、それがめんどくせえなと思って。で、それがね、土日だったんですよね。だから、昨日、銀行にね、行ってきたんですよ。止めたんですけど、あったっていうことを報告しないといけないんですよね。そしたら銀行行ってさ、で、まず一発目払ったのが、1階の窓口と2階の窓口があって、わかんないじゃん、そんなんて。それで、案内みたいなのがあって、案内の人がね、わけわかんない、じじい、わけわかんない言ってるから、その、じじいのとこにバッて行ったんですよね。そしたらもう、案内がいなくなっちゃって。で、俺は、その、ピンポンって紙取るのもわかんないから、ここで。ほんで、じじいがワイワイ、わめいてるのをちょっと待っててさ。ほんで、その、変な、警備員のが
人が、え、どうしたんですかつって、こうこうこうで、なくしたんですけど、あったんですよつって言って。で、そしたら、あ、2階ですわ、みたいなこと言われて。で、2階行ったんですよ。で、そしたらさ、あの、番号札取ってさ、で、待ってたら結構待つんだよね、もう銀行ってもう腹立つ。うん。で、今の銀行ああいう漫画とか置いてないんだね。昔はな、なんか俺、静岡の静岡銀行よくおかんと行ったけど、ねえ、漫画びっしりあったよね。トイレット博士、その時ずっと読んでたよ、俺。トイレット博士。あれ面白いから。うん。超面白い。トイレット博士は読んだなぁ、銀行で。うん。でね、何が楽しかったって言ったら、昔ね、おかんと一緒に銀行に行って、で、隣の、ヤオハンなんか声優があって、で、そこで、なんかおもちゃをせびるって言うと、買ってくれるんですよ。そう、よく買ってもらいました、おもちゃ。うん。はい、そんな感じですね。あ、そうそう。おいで、その銀行をね、待ってるんですよ、その、200、俺の番号の13番だったんですけど、もう、今まさにのやつが200番ぐらいです。13も待ってんのかいと思って。めちゃ待つやんと思って。で、なかなか、ね、数が減らねえなと思ったら、パッて見たらさ、またじいさんがなんかクレームまがいのことやってんすよ。窓口で。うん。私はね、そういうことを言ってんじゃねえんですわみたいなことをずっと言ってんの。もうさ、銀行の人も、すいません、すいません、とかって言ってんの。いや、あなたね、分かってんのか、こんなって、私はね、そういうことをね、やってるとね、ありがとうみたいなことを言ってるわけですよ。もうね、こっちは待ってんのにね、なんかもう、いや、言うんじゃねえよ、と、思いましたね、あれは。じいさんがよ、もう何で、文句言ってるのかわかんねえけどさ、ずっと、バイバイ言ってたよ。いや、じゃい、ギャン言ってましたわ。ほいで、やっとこさ、来て、一応ね、再発行の手続きみたいなことをしてもらったんですけどね。あれだったわな、ほんと。めんどくさかったわ。結局落としてたんですよ。どっかの道で。でもね、捨てたもんじゃないですよ、日本。外国だったら絶対無理じゃん。そんな落とし、財布落として。もう一回見つかるなんて。ねえ。日本は捨てたもんじゃないよね。ほんとね。ほんと、拾ってくれた方ありがとうございます。ほんとね。超嬉しい。お礼したい。お礼したいですわ。ね、すげえ親切な人いるんですね。俺も、ね、落ちてたら絶対に警交番に届けようと、これは再確信しました。はい。というわけで、ね、DVD の発売日が4月25日ということと、多分ね、発売記念イベントも多分やると思います。どっか、会場。多分ね、ロフトプラスアンカー、そこら辺で多分やると思うんで、そちらもよろしくお願いしますということと、あと何でしょうね。今、随時特典とかをいろいろ、撮影をしてるんですよ。だから、楽しみですね。今回の出来がすげえいいから、超楽しみ。ワンを超えるね。絶対超えると思う、これ。ワンを。ワンを超える作品になること間違いない。間違いない。と思いますよ。なんでね、ぜひ、買っていただきたいっていうことですね。はい。というわけで、文句があるのコーナーでございました。よっしゃ。よっしゃ。ガツーン